スーパーライジン2で対戦したブガール・ケラモフ選手と朝倉未来選手の試合。この試合を振り返ってみましょう。喧嘩四つとなったこの試合でポイントになるのは相手の外を取ることです。相手の外側に立てると喧嘩四つの場合有利になります。そのため当然外の取り合いになりますが、外を取ろうとして大きくステップしてしまうと体が開いてしまい、内側から攻撃されてしまいます。そのため大きな動きはせず、両者が非常に細かい立ち位置の駆け引きを仕掛けていました。ニクル選手が外を取ると、ケラモフ選手は後ろ足は下げずに前足だけを一旦下げて、立ち位置を修正し、外を取り返します。これに対し、ニクル選手もケラモフ選手同様に前足だけを一旦下げて、立ち位置を修正しました。両者ともに一歩も譲らない細かい攻防を繰り返します。ケラモフ選手はこれに加えて蹴りも見せますが、良い立ち位置が取り切れていないので当たりません。これに対し、ニクル選手はキャッチを警戒してか、蹴りは出さずに立ち位置の駆け引きを継続しました。両者が駆け引きをしながら徐々に距離を詰め、互いの手が触れる距離になると、ミクル選手が前足を引いてから外側に踏み込んだ瞬間、ケラモフ選手がさらに外に踏み込みながら頭を外に出した片足タックルに入りました。これはケラモフ選手が駆け引きで上回った場面でした。おそらくケラモフ選手は細かいステップの攻防をしながら、ニクル選手が一歩前足を下げてから外に踏み込んでくるタイミングを測り、踏み込みに対するカウンターのような形で先手を取りました。さらに通常の片足タックルは頭を中に入れますが、膝蹴りを合わされるのを警戒してか、頭を外側に出していました。牛久選手もミクル選手に同様のタックルをしていました。ケラモフ選手は片足をつかむとすぐに抱え上げて、左足で足を刈ろうとしますが、ミクル選手がうまくケンケンで耐えます。ケラモフ選手は足を刈ることにこだわらず強烈なフックを連打し、腰に抱きつくボディーロックを作りました。この際、ミクル選手の右足がケラモフ選手のパンツに引っかかってしまうアクシデントが起きてしまいました。ケラモフ選手はボディロックテイクダウンで上を取ると、すぐに頭をミクル選手の胸に密着させ、ミクル選手の右膝を押して、マウントポジションを取ると、首に手を巻きつける枕を作り、ミクル選手をしっかり寝かせます。ケラモフ選手がマウントから肘を連打すると、ミクル選手は背中を向け、ケラモフ選手がバックに回り込めないようにロープに密着します。ケラモフ選手はバックに回り込めないポジションでも右手でチョークを狙います。これに対しミクル選手はチョークは決まらないと判断し、左手でチョークを防ごうとせず体を支えて立ち上がろうとします。ケラモフ選手はバックを取り切れていない、体が半分落ちかけている体勢にもかかわらずチョークを締め上げて試合を終わらせました。ケラモフ選手の圧勝となったこの試合、ニクル選手はなぜ何もできなかったのか。互いの手が触れることの近い距離設定ではなく、タックルで足を取られにくい遠い距離設定にするべきだったと思う方もいるかもしれませんが、距
距離を遠くすれば攻め手は蹴りに限定されてしまうので、ケロモフ選手からすれば狙いが絞りやすくなり蹴りをつかみやすくなります。近い距離であればパンチと蹴りどちらの可能性もあるので狙いが絞れません。そして何よりも距離を遠くするとタックルを恐れずに打撃のプレッシャーをかけるという朝倉未来最大の武器が生きなくなります。未来選手の基本戦略はタックルを恐れずに思い切りの良い打撃を打ち、たとえそこにタックルを合わされ倒されてもすぐに背中を向けながら立ち上がり再び打撃戦を仕掛けるという未来選手のスタイルであれば、タックルに入られるのはある程度覚悟の上だったと思われますが、得意としている背中を向けて立つ際にそのまま決められてしまった。通常のバックチョークは相手の真後ろに回り込んだ形でないと決まりませんが、ケラモフ選手は真後ろに回り込まずにチョークを決めてしまいました。いつも通りここから立てるという自信がチョークを防ぐことよりも立つことを優先させてしまったのかもしれません。ケラモフ選手の規格外の怪力だからこそできるチョークとも言えますが、あのチョークは堀江選手との試合でも見せていました。ケラモフ選手に少しでも背中を向けるのは危険ということはミクル選手も理解していたと思いますが、マウントから肘を連打されたため思わず背中を向けてしまい、得意の形で逃げようとしたが逆にケラモフ選手の得意の形にはめられてしまった。直接の範囲はチョークに対する対応よりもマウントにつながったボディロックの対応でした。近年世界的トレンドになりつつあるボディロックテイクダウン、腰でクラッチを組むボディロックが作れると相手を前に倒すことも後ろに倒すことも可能で、テイクダウン後にバックやマウントにも移行しやすい技です。このボディロックに対する対応のセオリーは小手巻きです。腰を抱えられたらすぐに小手巻きと呼ばれる腕を巻きつけた形にすればテイクダウンされてもすぐにリカバリーができます。ボディロックを作られたらすぐに小手巻きをしなくてはいけませんが、ミクル選手は小手巻きはせずケラモフ選手の頭を抱えるようにしてしまいテイクダウンされてしまいました。テイクダウンされた直後も相手の頭を押すフレームと呼ばれる動きをせず頭を抱えたままだったのでケラモフ選手に密着されてしまいました。この場面でミクル選手にできたもう一つの対応が足のフックを使うことでした。ボディロックテイクダウンをされた際に足のフックを効かせて体を正対させてガードに戻したり、フックを跳ね上げて相手のバランスを崩しスタンドに戻す。ミクル選手は右足のフックを効かせたい場面でしたが、ケラモフ選手に先に膝を押さえられてしまい、マウントを取られてしまいました。ケラモフ選手にボディロックを作られてから、小手巻きをせず、頭を抱え続けてしまったのは、ボディロックの対処法を知らなかったから、というわけではないと思います。過去の試合でミクル選手はボディロックに対してすぐに小手巻きを作っていました。おそらくその直前のケラモフ選手に連打されたフックが効いてしまい、ダメージを回復させるためにケラモフ選手を抱え続けたため寝技の対応が遅れてしまいマウントを取られてしまった。
この試合はストライカーのミクル選手がケラモフ選手の寝技に対応できなかったという試合ではなく、ケラモフ選手がスタンドの駆け引きで先手を取り、打撃を効かせダメージで対応が遅れているうちに投げ、寝技で決めた。打と局の全局面で上回った見事な勝利でした。ミクル選手にとっては非常にショッキングな敗北となりましたが、ここからの復活に期待したいと思います。そして圧倒的な強さを見せつけた王者からベルトを奪うことはできるのでしょうか。